ストライクショット。こんにちは、Xフラッグの中のそのパッチョとパナエとリエクスとベイビーカワケとオガタ。オガタということで第2回お絵かきコーナーでございます。早くも今回オープニング、早速ですけど、オガタ先生のあのストライクのオフショットのスピードドロービングから始めたいと思います。はい、レディーゴー、いけー、頑張るぞ。オフショットですか？アプリ内じゃ絶対ないような、季節的にもちょっとバレンタインデーってことでチョコもらったよ的な感じを書いてみましたけど。あ、出た。あ、いやいや、じゃあリークスさんちょっと違うよストライクにあげたんだここに立てばみんなストライクにあげれる、 あげれる等身大いいですね。書いてもらいました。2次元に入れる、あげる練習にもある。さて、そんなリドラも可愛いですね。前回はリドラで、お絵かき講座やって、いくつかシャープお絵かきリドラでも、あの応募っていうか書いてくれて、ツイッターで投稿してくれてるので、いくつか紹介しようかなと。ありがたい限り思いますよ。で、その後あのこのストライク、実際に今回は講座でストライクの書き方を尾形先生に教えてもらうと思います。はい、はい、お願いします。さあ、どんなの来てますかね。なんか絵描き歌まで描いて、その順番通りに描いてくれてたりとか、ね、色も塗ったよって子もいて、すごい色塗ってあるやつもある。そうなんです。確かにこのライカさんとかも、そうですね、この描いてくれてるやつ順番子にこれポンと出せるか。トルパラントさんとか、トルパラントさんはですね、色をすごい細かく、あーすごい、すごい塗ってくれて、全然しないやつ塗ってるんだ、いいね。何回か上手、上手。色塗る前も書いてある。もうだってリドラって分かるもんね。うん、そうですね、全身まで書いてくれてるんですね。そうですね、ほんとだ。今回は顔のね、絵描き歌なんかね、めでていただけたらなと思います、書いてね。ね、すごい。え、今回も教えてくれるんですか？今回でも皆さんストライク書けるでしょ。ストライクだってリドラと同じで初期から出てるし、書けるでしょ。今見てるし見てるし書けるでしょ。前回のリドラ見てもらったら分かるんですけど、あのシンプルなリドラですらうちらあのざまなんですよ。で、人になってくるといよいよやばいと思う。いよいよやばい、いよいよやばいね、これ。いや、人の方がね簡単ですよ。本当ですか？僕もリドラ書くの苦手ですし。じゃあ、まあ、試しにまたビフォー書いてみましょうか。そうそうそう、あ、そうですね、みんなそれぞれね。はい、自分を信じて、自分を信じていこう。よし、書けましたか？でもなんか割とみんな今回書けてる。あ、絶対私一番だ、これ似てる気がする。あ、私一番、いや絶対一番私いきます。はい、ビフォー作品はこちらです。ドン、じゃーん、ほらほらほら、だいぶあれ裸あぶらー。あ、でもだいぶそうっすね、裸じゃなかったっけ。裸っちゃ裸、裸っちゃ裸。でも、ま、なんか泣いてマッパではない。泣いてないではない。いや、でもだいぶ強くなさそう。ストライクっちゃストライクですよね、みんなね。どれが近いですか？どれが近い、パッチョさんがだいぶ近い気がします。おーれー、おーれー。次パナエさんですか？次私、パナエさんはだいぶあの次パナエさんですか？ちょっと違う方向に突き抜けていった感じ。パナエさん森で迷子で1週間経った子供みたいな。1週間でちょっと筋肉ついてる、思わず泣いちゃうみたいな。あ、じゃあちょっと早速講座に講座っていうか特徴はある。なんかポイント1、そう、ポイント1はこの眉毛。あ、そんなに、なんだその眉毛、カミナリっぽい感じ。カミナリっぽいやつ。そうそうそう、へぇ、
法だった。まあ、目は、まあ、こういう感じなんですけど、目の下にこういうマークっていうか、まつげ的、まつげじゃないです。太まつげ。そうそうそう。そういうのが入って、まあ、反対も同じですよね。はははは。特徴はこの眉毛と下まつげと、うん、まああとは、この髪の毛。真ん中一旦これ上がる感じね。チャラゲ、そう、チャラゲ、チャラゲ、これチャラゲなんだ。結構ここで固めてる、固めてるやつ。 M 字バンク、おでこ、あー、チャラゲがいるのかこれ、はいはいはい。それは何もついてないのか。そうそうそう。で、このもみあげがね、長いんですよ。すげえ。あそこもチャラゲっすね。チャラゲ。輪郭を入れて、こうするとこんだけでストライクっぽいっすね。あ、すごい。今回ストライクのポイントとしては眉毛の形と、眉毛の形、下まつげと、下まつげ、まあ、あの、この長い前髪、チャラゲ、チャラゲと、この輪っかをしてる。あともみあげか、もみあげ、ロングもみあげ、うん、そんなもんですね。この5点を抑えるとストライクかける、かけます。誰でも、はい、まあ、うまいなので、書いてみましょう。書いてみてください。チャラゲがヒント。あ、そう、歌できてるんだね。チャラゲがヒント。チャラゲからじゃないでしょ。出てきたよ。あ、いいね。チャラゲが生えたよ。チャラゲが真ん中。チャラゲとか。鼻はどんな感じ？鼻はこんな感じだよ。チャラゲがくだよ。くだよ。耳は出ていたかな。どっちでもいいよ。鼻は。あの頭の上はどう描けばいいんだ。頭の上は無造作だよ。無造作だよ。いいよ。いいんじゃないですか。輪っかを、歯を出すとちょっとやんちゃ感が出る。なんか単発になる。どうしてかな。なるほど。ちょっと自分の趣味で毛を足すよ。趣味入れちゃったよ。趣味で、ね、そんなもありなんですね。私の趣味だと短髪だよ。趣味で足すよ。好みの男性を紹介するコーナーだと。前髪が変だから。では、はい、尾形先生に習った結果はこちらです。アフタードーン。おーっとー。まあ、そうですよね、うん、だからやっぱ難しいですよね。毎度毎度ね、簡単お絵描き講座なんて言ってますけどね。結構難しいですね。そんな簡単に描けないんだよ、だって描けないよ。なんか顔長くないですか。なんか長いですよね。なんか長い。なんか、花江ちゃんの余分なこの辺ある。だいぶ凛々しいですね、うん、でもね、バカさんね。というわけで、ストライクを書いてみました。はい、では最後、尾形先生おまけのコーナーみたいな感じです ね、 そうだ ね、 僕ね、最後、描き歌やった、おまけのコーナー。はーい、一緒に書いてみよう。お、そうですね、うん、何のキャラかは教えてくれないんですよね。教えません。このキャラなんだ、絵描き歌クイズ。はい、じゃあ行こうか、おまけのコーナーです。です。はい、この絵は何のキャラの絵描き歌かな。じゃあイントロから。イントロから。でーん、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 お鍋がひとーつ、お鍋がひとーつ、鍋を蓋で閉じたら、鍋を蓋で閉じたら、取っ手をつけて3分、取っ手をつけて3分、吹きこぼれてきた、吹きこぼれてきた、湯気がもくもく、湯気がもくもく、ちょっと入りきらない、もくもく、大きな焦げ目がつき、
大きな焦げ目がつき世界地図に見えたら世界地図に見えたら重力バリアー重力バリアーモンスターストライクモンスターストライクさあ、なんだあこれはせーの、ダーちょっと待って待ってこれが、本物ラベじゃん本物ラベみんな見ながら描いてたの見ながら描いてたじゃんすごい、ね、新キャラが誕生しましたね歌だけじゃ無理でしょでも歌だけでここまでいけたらすごいすごいかもしれない、ね、ここまでね、うん、すごい正解はマシューでしたイエーイこれなんだよなんだよってなんだよってやんのマシュー君はあれですね、うん、のっこちゃんのね、うん、神化のお鍋の中に入ったりとね、うん、確かに煮込まれてるやつ、ね、そう、雑魚キャラで結構ね出てきてるんじゃないでしょうかはい、うん、かわいらしいキャラはい、記憶にあるキャラじゃないかなと思いますが、うん、皆さんもね、書いてみてください、はい、そうですね、なんかもうお絵かきリドラじゃなくてシャープお絵かきモンストとかの方がいいのかな、うん、できっきりシャープお絵かきモンストでなんかストライク書いたよとか、うん、マシュー書いたよとかがあればぜひツイートしてください、はいもしくはなんかね、うん、他にキャラいてもいいのかもしれないですけどこんなん書いたよっていうのを見せていただければね、うん、確かにその都度いろいろ紹介できるかなと思いますね、うん、確かに自由に書いてもらってもいいかもね、うん、こんなキャラ書いてもらいましたって紹介できたらいいなと思います、うん、はい以上今回はお絵かき講座ストライク編でしたはい尾形先生ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたでは、はい、バイ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 かぶっちゃってるご視聴ありがとうございます。モンスト公式チャンネルを登録されていない方はぜひ登録をお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録をお願いいたします。またモンストアニメの公式チャンネルもあるので概要欄からチェックしてみてください。パソコンよりご覧の方はこの画面の上にあるボタンから登録をお願いします。では引き続きよろしくお願いします。バイバイ。